ダイナメッシュに関して解説を行いますまずはじめにライトボックスからデモヘッドフィーメールを開いてみましょう。作例としてデモヘッドフィーメールからそのまま胴体の作成を行ってみましょう。実際にやってみるとこの形状のままから引っ張っていくと必ずメッシュが足りなくなります。ポリフレームを有効にしこちらのジオメトリ内のダイナメッシュパレットを開きタブ投影をゼロにし ダイナメッシュを行ってみましょう。このようにメッシュが更新されたことが分かります。この状態でスカルプトを行っていくと、また追加で胴体の作成を行うことができます。このようにスカルプトを行っていくと、 徐々にメッシュがまままた伸びてていいってしまいますそこでもう一度ダイナメッシュを行いたいのですが更新だけを行う機能がありますコントロールキーを押しながら左ドラッグを行うとこのようにメッシュが再度更新されましたこれで引き続きスカルプトを行うことができます現在クレイビルドアップブラシでスカルプトを行っていますが利用に応じて更新を行いながらスカルプトを行っていきます ご覧のようにダイナミッシュを利用することによりポリゴンの下地を気にすることなく形状のみに集中を行い作成を行うことができるのが特徴です Z ブラシの解像度という考え方はこちらのモデルの全体を捉えた状態でそれに対して解像度を割り当てていますなのでスカルフトを行っているものが大きくなっていくにつれてそれに対して解像度が足りなくなってきますこのように縦長に伸ばしていくと 頭の部分に対して割り当てられるポリゴン数が少なくなっていくため現在耳の裏の部分が怪しくなってきていますこのような現象を避けるため解像度を徐々に上げ作業を続けていきましょうダイナムシでの作業を行う際には解像度をいきなりマックスにすることはお勧めいたしません必要に応じて徐々に解像度を上げていきディテールの追加や このようにスケールが大きくなっていくにつれて解像度を上げていきましょうこのようにダイナッシの機能とクレイビルドアップブラシを利用することにより本当に粘土を触っているような感覚となりますダイナッシはこのように大きな形状変更やデザインの試行錯誤に対して非常に強い効果を発揮します少々録画時間が長くなってしまったので 2.5倍速にてて行っておりますまた今回のチュートリアルではプレイビルドアップブラッシュにおいて四角のアルファが有効になっていませんアルファを無効にし丸い形状のスカルプトを行っていますこのメリットとしては柔らかな形状の筋肉を再現する際に利用することができるテクニックです四角いアルファを利用すると硬い筋肉表現には適していますが女性のような柔らかい筋肉を表現するためには 例えばこの参考例ですとスカルプトを行っている最中に徐々に筋肉質からメカ要素を入れてみたいなとも言い始めるようになりましたそこでトリムダイナミックを利用しスムーズと組み合わせて利用することにより平らな面を作成します合わせてダムスタンダードと組み合わせることにより 細かな水の彫り込みを行っています。少々解像度が低かったため青のディテールがなくなってしまっています。ここで再度彫り込み直しを行い、でからディテールの彫り込みを行っていきます。 他にもダイナメッシュの特徴としてもしメッシュに穴が開いている場合にはメッシュの更新の際に穴を埋める機能がありますもう一つの機能として IMM ブラシなどで腕の挿入を行った際に結合などを行うことができますこのように挿入を行った際に重なった状態で メッシュの更新を行行うと結合が行われます加算処理による結合だけでなく、減算処理も行うことができます。例えば、ものを削ったりする場合には、減算の処理となります。これらの詳しい機能は、ブーリアンという動画にて解説を行わせていただきますので、そちらをご覧ください。ダイナメッシュ機能は、自由にデザインの作成を行うことができ、 端面図などに束縛されることなく作成することができる、造形の楽しさを取り戻すことができる重要な機能だと思います。ぜひ楽しんでスカルプトを行っていきましょう。